使徒パウロのエトスへの手紙。愛する者よ、すべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。この恵みは私たちが信心と限定的な欲望を捨てて、この世で思慮深く正しく信心深く生活するようにもし、また祝福に満ちた希望、すなわち今日、ベトレヘムの生まれで、救い主がお生まれになりました。あなたたちは、会話を受けにできる救い主、イエスを見るでしょう。救い主、イエスを探し合ったのでした。